建築工学科では建物の計画、設計から施工、その後の維持管理までの知識を備えた建物づくりのプロフェッショナルを育成しています。安全で快適な建物づくりを実現できる技術者を育成します。構造解析法、鉄筋コンクリート構造学、建築構造実験などを通して構造分野の知識を習得し、災害にも強い建物づくりに役立てます。建築材料学、建築生産、地盤工学などを通して生産・材料分野の知識を習得し、実際に安全な建物を建てる技術を身につけます。建築計画、建築士、建築意匠、技法、都市計画などを通して計画分野の知識を習得し、さまざまな建築の設計に必要な計画理論を身につけます。建築環境工学、建築設備などを通して環境分野の知識を習得し、快適な都市環境や室内環境を作ることに生かします。都市のシンボル的な存在ともいえる超高層ビル群、災害大国の日本において最も重視しなくてはならないのが耐震性です。耐震補強工事には鉄骨やコンクリートなどの建築材料や構造・工法など様々な建築技術を結集させ、万が一大地震が起きても倒壊せず最小限の被害に抑えられる耐震性の高い建築物を作る必要があります。全国各地で都市の再開発が進む今、こうした都市防災工学はこれからの建築の大きなテーマとなっています。建築士を育成する授業の一部をご覧ください。建築工学全般の専門知識を学んでいきます。安全で快適な建物を創造できる建築士の未来をここから。